はい、えー、本日はですね、えー、レクトーキューリーガルマインド、えー、公認会計士課のイベントにご参加いただきまして誠にありがとうございます、はい、え本日のご登壇者はこちらになりますご、はい、紹介はまた後でさせていただきますので早速始めさせていただきたいと思います皆さん見えてますかね真っ白なやつ、はいはいえー、本日のイベントは合格者が語る やるべきこととだめなことですねえ本日のですねえコンテンツを見ていきたいと思いますまず最初にえご登壇者のえ紹介を簡単にさせていただきますえ次にですねい一度この公認会計士試験のえ試験制度の特徴の方をですね見ていきたいと思います え次にまず、担当式試験のえやるべきこととだめなことをですねお二人に聞いて、三つ目に、今度は論文式試験、こちらのこのえやるべきこととだめなこと、最後に簡単ではございますが、レックのえ対応している講座の方をですねご紹介して終了とさせていただきます。 えでは自己紹介です皆さんから向かって右手ですね、えー、小林裕也レック専任講師になりますよろしくお願いしますお願いしますえレクの講座で2020年でえ最終合格をされております今は監査法人にお勤めということで監査法人の名前は言っても大丈夫ですかあ,、はい、あ、どちらの監査法人でしょうか当時アバンティアの3年目になります よろしくお願いします。はい、えー、真ん中は佐藤真之介でくせに講師になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ご年齢は違うんですけれども、公認会計士の合格年度は同じ2020年の最終合格となっております。監査法人のお名前は、えー、ヤエス監査法人というところになります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はいえー、司会は私、えー、中島敏正です、2020年、特に私は何もないので、えー、ビギラマ習得ということで、敵1グループに35ポイントの平均的なダメージを与える、<laughs> やめましょうかね、ビギラマですねすねいまませんやめましょう分かる方だけ、えー、知っていただければと思います、つまり私は何もないということですね。よろししくお願いいたしますはいはい で、えー、まずですね、一番重要だと思うんです,んですけども、えー、担当式試験の合格率データを見ていきます。まず担当式試験のこのデータを見ていただくと、まず令和3年は非常に特殊で、えー、コロナ禍があったためにですね、2回の試験が1回にまとめられています。なので、合格者数と合格率がまあ倍ぐらいになっていると。 ということですね。で、令和4年から正常になっているんですけども、まあ、見ていただくと、第1回目、つまり12月の試験は合格率が高くて、えー、次の第2回の5月の試験は、大体2000人ぐらいに合わせてくるのかなという傾向が見られます。はい、合計すると2000人ということですね。で、えー、少しずつ実は合格者数は増えてまして、令和5年で2000人を超えて2100人ぐらいの合格者数になっています。 ただ、えー、願書提出者や、答案の提出者の方々が非常に多くなっているためにですね、えー、合格率の方は少しずつ下がっているような状況になっています。ただ、ここで注意していただきたいのは、願書を提出している方の中で、答案提出している方が非常に少ないのがわかると思います。これは、えー、コロナ禍によってですね、えー、まずサラリーマンの方が、えー、リモートワークになって、えー、移動時間等で空いている時間を いわゆる勉強に充てるということで、公認会計士の講座を申し込みされている方が非常に増えた。なので、願書を提出している方は多いんですけども、まあ、実際半年後の状況等をですね、あまり良くなくて、実際に出席して答案を提出されている方が少ないというような状況になっています。で、コロナ禍は今収束していますから、えー、今年度までぐらいはですね、この、えー、流れは まああるとは思うんですけども、来年5月のですね、令和6年の第2回は、え、願書提出者は、え、少し落ち着くんじゃないかなと私は思っています。で、ただ合格者数は、やはり2000人から2100人は安定して出すのかなと。で、え、5月の試験は、まあ相変わらず調整するので、合格率は少し低いかなと。まあとはいえ、 とはいえですよ。とはいえ、5月の試験は受けないっていう選択肢は多分ないと思うんですよ。皆さんにとって適正なタイミングが5月だったら、やはり5月は受けないと私はいけないと思いますんで、半年ずらすってなると、皆さんのモチベーションも半年ずらすことになりますから、なので担当式試験は難関ですけども、難関ですけども、えー、やはりあの、受けないといけない試験であるし、5月は別にあの、敬遠はされない方がよろしいかと思います。 安定して、まあ、前回は921年目受かってますからね、これはあのかなり前の12月の試験とそんな変わらないですから、そこはちょっとおもしろい気していただきたいのと思いますで、合格率が低いということは、やはりあの取らないといけないところは、落とすとダメージが大きいような試験かなと、こういう特徴を持っています。 で、えー、論文式試験ですけども、もう大きく違いますね。えー、論文の受験者は担当合格されてたりですね。えー、いろいろな資格によって免除されたりということですけども、見ていただくと、えー、今回の最新のデータです。昨日のデータになります。令和5年、え4192名の方が受験して、1544名の方が合格されています。36.8%です。 この試験、えー、非常に受かりやすい試験になっているんですね、はい、3人に1人長が合格できるということになっています、で昨日のあの合格の,あの交流会の方で、ね、実施したんですけども、あの連結ほとんど全,全滅ぐらいっていう方が合格されていたりとか、ですね<ー>これ何が言い,たいかというとあの、自分が致命傷だと思ったものが、致命傷じゃない場合もあります。 なんで、えっと、1日目でやらかしたり、2日目でやらかしても、やっぱり引きずらないで、頑張って、ちょっとね、えー、やって、希望を持ってやるべきかなと思います。あの、合格者の方で結構な方が、落ちたと思ったっていう方もたくさんおられたので、36.8%っていう試験は、そういう試験なんですよ。うん、あの、3人に1人以上が合格されますから、 これあの日照募金2級ぐらいですからね、合格率あ、あのあのこれ近年の多分募金2級ぐらいになっちゃってるんで、まあ、とはいえ、担当合格されてる方々ですから、分母は強力だとは思うんですけど、もまあ6科目のね、科目バランスさえ、なんとかね間違えなければ、定空飛行でも合格されるんで、ああ今回、ねだめだった方、ぜひですね次回のですね論文、頑張ってやっていただければと思います、は。い こんな試験ですねやはり担当が何関っていう試験は相変わらずですかは間違いないで,いでは早速いきましょう担当式試験ですはい。担当の企業法のですね学習でやるべきことですね教えてください小林先生お願いいたしますはい。私は一問一答の回転ですねあとはテキストの加工というところで レックの教材はあ特に記号法は優れているので、そこの、まあ、テキストの自分の暗記するところだったり、そういうところをまとめつつ反復できるような状態に作り上げていくことが大事だと思います。以上です。ありがとうございます。一問一答。佐藤先生どうですか。はい。えで私はですね、あの担当企業法の入門講義担当しているんですけれども、そこであの皆さんにお伝えしているのが、まあ一問一答。 をやってそれでアウトプットしてえとその後まあインプットすると知識整理するよされるよっていう風な教え方してるんですけどやっぱりその一問一答だけやって結構な高得点取れるんですけどあの割と企業法でこう貯金していこうみたいな試験にもなって,きなっているのでより高得点を狙うには築城解説。 えっとまた別売りになっちゃうんですけれども、えー、っと志村先生、えー、という、まあ、企業法の先生すごい先生がですね築城解説講座っていう,いうのをやっていてそれを申し込むと2冊の、あのーまあ、条文があって、えー、趣旨があってっていう,うそうですね築城、えーまあ、解説本がついてくる形になるんで、まあ、そういったのを普通のね、あのー、デイリー六本とか あのポケット六本とかを読むよりも私はそういう築城解説っていう風なもので条文をまあ読んでいった方がいいかなと思います、まあ、より高得点を取るならっていうお話なんでやはりあの皆さんに許される時間との兼ね合いになりますけれどもそういったところかなと思いますありがとうございます、まあ、結構シンプルな、ね、この一問一答であったりとかプラスアルファで築城解説これをね えー、鬼回しすればっていうことですかねありがとうございますはい。で逆に担当の企業法の学習でやってはダメなことを教えてください小林先生どうでしょうかはい。まあ、私は二つあって一つが行為を聞かないことともう一つがあ手を広げすぎないことですね前者はあまあ先ほど一問一問回転するって言いましたけれども理解をしないまま暗記を 繰り返すことほど時間の無駄なことはないのでまずは講義を聞いて理解をした上で暗記をしていくそしてあの、例えば間違いノートと,ノートとか作る人るいますけどそういうのはやっぱり時間の無駄ですべてテキストだったり問題集ベースに落とし込めば足りるものですのでそういったやつは使わずにテキスト問題集を回転させていくことが大事だと思います。ありががとううございいいますすす佐藤先生いかがですか、はいえー、そうでではそね 一問一答をこう回してまあ回すみんな回すんですけれどもそのどこまでやるっていう目標を決めずにこう一問一答回す人がいるんですけどちゃんとあのその日に総論やる設立やる株式やる期間やるとかちゃんと決めてそれを終わらせるっていうふうにしてほしいです何も目標ないでこう一問一答回していくと割とその分厚い 問題集なんで半分ぐらいで力尽きてしまうことが大半なんですね。でちょっと休憩するかって言ってまた1週間後にやるとあれ後半からやってるまあやり始めたけどあれこれ知らないぞって何か初めましての状態になってるぞってなって前半もう知識忘れてるんじゃないの本当はみたいな一問一答前半やってきたけどもしかしたらこれやったもの全部忘れてるかもしれないからまた最初に戻るかってなった時に。 またやると目標を決めずにやると真ん中で止まってまた戻ってっていうふうにやっちゃうんでなのでそういうことは、えー、やめてほしくて目標を決めてやるもしくは目標を決めないのであれば真ん中から後半をやるっていうふうな形でやっていただくといいかなと思います前半から真ん中で終わっちゃうんだったらもう切り替えて真ん中から後半やれば力つきた頃に回し越えるみたいな感覚になるんで ね、前半だけ強い人っていうことじゃなくて、まんべんなく強い人になっていただきたいなっていうふうな思いがありますす、はい、ありがとうございますそうです、ね、あの一問一答でボリュームが多いのであの結構、タームに分けて、ね、細かく <laughs> こう目標設定して潰していくて,ていうのは重要なのは本当にその通りであともう一つやはり重要なのがあの先に進むっていうことですね、今佐藤先生がお話しした通り。 あの、過去にやったものがやはり忘れてるから、え取り戻さないとと思って復習するっていうのもいいんですけど、そっちの優先度より先に進む優先度の方が高いわけですね。なんでかというと、その先に進んでる方も出題されるから。そうですよね、皆さん。あの、簿記のテキストで5までしか出ないわけじゃないですよね。はい。やはり10まで出るんだから、えまず10までやって、また1の復習をしないといけないわけですね。ま、あの、計画的にちょこちょこと、 過去のやつを少しずつあの予定に差し込むのは全然いいんですけど、またゼロからっていうふうにやる方が実は非常に多いので、えこれは本当に気をつけて。 やっていただきたいなと思います。あとその間違いノートもですね。ま、簡単なものだったらまだいいんですけど、この一問一答とかの間違いノートになると、あの、本が一つできてしまうので、であれば一問一答の中で、ポストイットぐらいでね、よく間違えるやつはポストイットを貼って、そいつを鬼回しするみたいな感じでいいんじゃないでしょうかね。はい。ありがとうございます。管理会計論です。担当の管理会計論の学習でやるべきことを教えてください。 今度は佐藤先生お願いします、はいえー、と管理会計なんで計算と理論に一応分けて言うとう計算に関しては、えー、と割と前半の原価計算基準というより後半の論点管理会計の論点の方が取りやすいっていう風なあ形になることが多いで原価計算が、えー、優しくなる回ももちろんあるけれども割と得点源になるのは後半なんで。 なんかあの原価計算をやってるとやってるとっていうかまあもう2冊目とか後半のものをんだろうなそっちよりも原価計算をこうぐる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 やってる人とかいるんですけどよりこう合格のために得点取るためにはっていうふうに考えて後半に重きを置いた方がいいかなと。でただ偏りすぎはよくなくて半々かちょっと後半寄りかなっていうふうなので。 まあ勉強を進めていった方がいいいったがかなって思いますで理論に関しては、えーまあ、やってない方結構いるんですけど原原価計算基準原文これをたまに読んで欲しいですで読むときはあのちゃんと時間決めて1時間以内に読むぞとか1時間半以内に読むぞとかまあ大体1時間半ぐらいですかねちゃんと時間決めてダラダラ読まないっていうことを意識してほしいなと思います。 ありがとうございます小先生まかはあの大体は佐藤さんと一緒であ追加で言うと、まあ、僕の場合は論点ごとにあ解く問題の時間は測ってましたねで自分がこの問題でどれくらい時間がかかるかっていうのはもう本番直前に分かってたので論文も含めてですねなのであのかなりあのタイムマネジメントが難しい科目でもあるのでこの時間見合いで解くんだったら、まあ、この論点かなっていうふうな取材選択にもなるので。 時間を測るっていうところと、あと理論はあの安定的に取れると、もう点数自体も安定するので、八割九割の精度で解けるようにはしていたと思います。はい。ありがとうございます。逆に、うん、担当の管理会計論の学習でやってはダメなことを教えてください。佐藤先生いかがですか。はい、えー。計算に関してですけれども。 お皆さんこう学習の時から意識していただきたいのは管理会計って時間短いですよね1時間であんな解ききれないだろうっていう科目でもありますんでなのでえまずえ問題を見る問題を見て何が問われているのかを確認するでえなんだろう6択なら6択足があるっていうのを確認するあなるほどこれが問われてるんだなで問題を見ます問題を見ます で自分の頭の中で答えまでたどり着く過程を想像できたらできたら解き始めて OK で想像できないんだったら違う問題に移ってほしいんですよ、うん、一番最悪なのがイメージできてないのに解き進めて途中でなんかひらめくだろうみたいな感じでやり出すのがもう本当に最悪なんですね。時間をかかけたたののにに答えにたどり着かないいっていうのが もうそれをした時点でもうすごい時間を失ってなかなか管理会計これ合格するのって難しくなっちゃうんでそうするとねなんでもうイメージをするっていうところイメージできたら解き進めるっていうのを意識してほしいです普段のあの問題学習の時からやっていただければなと思いますで理論に関しては、えー、と前半の原価計算基準の論点 に関しては基準を読んでほしいと言ったんですけど一問一答も解説かなり豊富なんで、えーまあ、最悪限、一問一答ベースでもいいですと思ってますただ、後半のげ管理会計の部分についてはちょっと一問一答だけだと、うん、厳しいかなと思うので、えー、テキストベースでやっていただくのが私としてはおすすめですね、まあ、やってだめなことっていう話ですけどありがとうございます。小林先生かかですか、はい 私はあ結局佐藤先生の話にもつながりますけどあの論点をを把握してないいななかからら問題を解くイメージがわつまり本当に簡単な A 論点の組み合わせが多分難しい問題になるのでそういう一つ一つの論点を潰していった先にあの解放があるのでだから難しい問題を何回もあるんじゃなくてもう簡単な説明ベースの問題をちゃんと完璧できるようにして やることととががの近道じゃなないいいい、いかうううふうにはは思まます。す。ありござ今お、お二人が、ね、お話ししていただいた今、解放までのイメージが、えー、ついた問題をやはり着手すべきだというのがあると思うんですけれども本番とか例えば逆にレックの通れだったりとか模試とかでその判断が誤ったとしてもその判断を行うということに意味があるのでぜひやってください。 見てあの回答,まで、ねまあ回答の,その選択肢を見て、その間の、あこういう、ね、問題集とか当連だったらこんな風に取るんじゃないかなだ、はい、まあ大体こんな感じかなぐらいで着手をするかどうかの判断は絶対にやってください。でえー、非常に意地悪な問題だと、出会っても解けない問題があるんですけども、もそれはもうしょうがないじゃないですか。あの結果論なんで,でそれすらしないで。 え、そこのふるいをかけずに、超難易度の高い問題を着手するっていうことを、するっていうことを回避しようっていう、あの、お二人のお話なんで、え、結果論として、いや、実際は解けなかったよっていうのは、そこは全然凹まらなくていいです。え、そもそもの、それは、リスクは、あの、込み込みの話なんで、それは。 それはあらゆる問題でもう管理だろうが何だろうが共通すると思うんですけども着手するかどうかっていう判断をしてしたけどダメだったっていうのはもういいんですよそれはしょうがない。うん。あの、解けると思ったら解けなかったんだからそれはしょうがないんですよ。 でも解けるかどうかっていう判断を全くしないともっとひどい問題に手を出していた可能性があるっていうふうにポジティブに考えて次の問題に行くようにしてください。で、本番で、え、そこのよくわからない、あの、精神状態のアップダウンが非常に邪魔なんで <laughs>、簡単な問題を解くときに邪魔なんで、そこはもうバッと切っちゃって次の問題に絶対に行った方がいいと思います。それは論文も同じですよね。うん、はい、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。 で、監査論です。担当の監査論の学習でやるべきことを教えてください。小林先生お願いします。はい。えー、講義を,をちゃんと見るということは前提で、僕は過去問をかなりやったんですけれども、過去問の反復はかなり効果があったと思います。担当2回、3回くらい受けたんですけど、過去問やっていたおかげでやっぱ8割は安定して取れていたので、過去問の、まあ、足っていうのはよく出るので、過去問の反復はありだと思います。 佐藤先生お願いしますいや、えー、全く同じですね、えー、私が点数伸びたなって実感したのは、過去問を何度も何度もやったときなんですよ。で、えっと、1回やれば終わりじゃなくて、2回も3回も4回も5回もやってほしいんですね、同じものを。で、同じものをやってるうちに、えー、なんか気づいてないことが気づくことがあるんですよ、過去問っていうのは。だいいぶすごいなんかエッセンスがあの 詰まった問題になりますので、過去問をねぜひ、えー、大事にしていただきたいなと思いつつ、問題だけやってもしょうがないので、ちゃんとインプットもしていただければなと思います。ありがとうございます。あの担当の、えー、パックとか担当論文コースとかに、えー、上級講座または、えー、圧縮の方は三倍速講座があるんですけども、そこに付属する。 あの担当の監査論の問題集があるんですけど、これ、過去問題集になってまして、えー、今年の12月からですね年度ごとだったんですけども、分野ごとにバラしました、バラして、全部分野ごとにして、さらに出題,出題あの正当可能性、取ってほしいかどうかっていうのも、あの高中、低みたいなのを全部つけて、だから分野ごとに全部過去問を、えー、学べるようにしましたので、ぜひそちらは回していただきたいのと。 いや、なんか、本番っぽいね、過去問の1回目、ね、本番のやつそのままやるっていうのをやりたいなっていう方向けに、え実は一問一答は、毎年後ろの方にですね、過去問どっさりぶち込んでるんで、えー、社会人の方で、でも担当しっかり合格したいっていう方は、関サロンの一問一答は後半だけ分回してください、うんうん。あのね、血尿が出るくらいまで分回していただければ。<laughs> 皆さん言いますね、皆さん、感想論はあの過去問をどれだけ回したかがそのまま点数に反映されると、回したんだけどいや、実際は解けてなかったよっていう方も結構いるんですけど、お話聞くと、もう一回解くと解けてなかったんですよ、やっぱり目の前で解いていただいたらだっけやっぱり、やっぱり分かってなかったんですよね、なんとなく解いてるわけで、答えを覚えてるような感じじゃだめですよね。 正語でちゃんと説明できないといけないですねなぜこれが間違いなのかなぜならって説明しないとだダメですよねそれはね、うん、で、一個一個それはちゃんと説明できるようにしていただければと思いますね、はいはい、担当の監査論の学習でやってはダメなことを教えてください小林先生お願いしますはい。これは六法のアンですかねあのよく等連とか学問とかでも あの本当に細かい足で、うん、あのそういう基準の細かい足って必ず出るんですよ。そこに引っ張られてあの分厚い基準6歩を持ってきてそこの暗記に走るっていうのは中に結構いたんですけど非効率でしかないのでもうそこは過去もに徹してあそういったのに走らないっていうのは大事だなと思います。 の学習で意識していただきたいこととして、えー、インプットの時もなんですけど、あのー、なんだろうな、えー、例えば例えば確認上確認状で、えー、回答が返ってきませんでした返ってきませんでしたでそれすぐ再発送するかっていうと一般常識で皆さんどうですかって考えたときにそれすぐ再発送しないですよね。 回答来なかったらなんで、回答来てないですよっていうので、銀行さんなりに会社さん通じて確認してもらえますよね、普通だったら。ね、そういう一般的なこう感覚をこう持ち出してほしいんですよ、学習のときに。で、問題を解くときも、確認上回答返ってこない、再発想する、丸かバツかってときに、すぐそうじゃなくて、ね、ちゃんと確認をしてくださいというところ。だからまあ一般 的な常識をこう持ちつつね、えー、これは学習していっていただきたいなと思います、はい、ありがとうございますさあ担当の最後の科目です財務会計論です担当の財務会計論の学習でやるべきことをぜひ教えてください佐藤先生お願いします <laughs> えと計算理論に分けてなんですけど、うん、計算に関しては本当に両問の反復ですね両問を何度も何度も同じ問題を解くっていうのがよろしいかなと思いますレックでいうとやっぱり担当問題集ですよね担当問題集を回すとで、えー、あとはねあのポイントアップ答練とかで出てきた問題で全てをこう反復教材にするんではなく まあ、分からなければその影山先生に聞いてほしいんですけれどもあの、まあ、影山先生がこれを反復教材にしてって言ったものについてはそれは反復教材に入れてほしいっていうところですねあとはもう問題集に載ってないものとかであこういう部分もあるんだっていうふうにねあのポイントアップ答弁を通じて、えー、そういうのが見つかったら、えー、その問題については回すとか反復教材に加えていただくとかですね で理論に関しては、えー、正直これはあの私の担当時代何が正解か分かんなかったんですけど、まあ、おすすめこれで受かったっていうのはあ私は一問一答ベースで勉強していて、ね、インプットベースで勉強する人いるんですよでそれで受かる人もいるんですでアウトプットがに重きを置いてる人もそれで受かる人もいるんですだからどんな方法でもいいんでしょうけれども私の場合は一問一答を ガリ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 やってその上でインプットしたっていう風な順番になってます。はい、ありがとうございます。小林先生いかがですか。はい。佐藤先生と大分ね一緒です。まあ、やるべきことといえば、待ってあの次のやってはダメなことにもつながるんですけど、あのテキストベースでの説明を解くべきだった。あ、手を広げすぎないことが一番大事だと思うので。 特にレックの教材のテキストは本当に優れたレベルだと思うので、あれだけに注力して淡々と計算とか理論をやっておくのがよろしいかと思います。これ問題集とテキストだったらどっち派でした？僕はテキストと問題集だったんですよ。<laughs> で、もうそれで時間がかかったんですよ。受かるのに。で、僕はテキストかな。<laughs> うんテキスト。信じた方。そうですね。じ <laughs> そうですね、あのー、私、全く別の試験の税理士試験の簿記論と財務諸表論だったんですけどもえテキストベースでしたね、うんあのー、なんだろうひねった問題でもテキストベースの知識の積み重ねであ,のある程度やっぱ解けるものはやっぱりあるんですよね、えー、落とし込みとかで,、うん、で問題集の方でのベースで覚えると私は整理がつかなかったですね。ー <laughs> あの、あのー 説明ってすごくあのどの会計士のテキストもあの税理士のテキストも非常に優れてて流れがあって作られてるんでテキストの説明ベースで覚えるって非常に知識が整理されるんであのそれだけで安心感になるんですよねであのそこにないものであったりとか,なんかよくわかんねえない推定問題バンバンン出てきたらもうあっさり捨てるんですよそんなのあっさり捨てて次の問題に行くっていう力強い見方にもなりますし まあ、いろいろ飛ばして、最後まで行って、また戻ってきた時に、テキストベースでもう一回考えるってこともできるので、でまあ、とはいえでも、あのー、面白いもんで、ね、簿記の問題集って、あの、解説がしっかりしてるので、そっちの方もね、インプットとしては全然使えるとは思いますんで、まあ、お好きな方でいいのかなと思います。ただ、まあ、整理しやすいのどっちかなっていうことでね、あのー、皆さん選んでいただければいいかなと思います。 で、ブレないように、そこは。一回決めたらブレないようにしてください。いろいろちょっと先生と相談して、こういうベースでちょっとインプットの,あのフォローをずっと得ていきたいな、みたいな相談をして、えー、じゃあ君にはこういうのがいいんじゃないか、みたいな話になったら、まあそっちの方を優先して、それで行った方がいいかなと思いますね。はい。逆に財務会計論の学習で担当のやってはダメなことを教えてください。佐藤先生、いかがですか 計算と理論に分けて計算はえっと連結なんですけれどもえタイムテーブルで頑張って解く人いるんですよ最後までもうタイムテーブルのみでみたいな。なんですけどまあその最終的にまあ皆さんその合格すればいいっていうふうに考えるとタイムテーブルだけでもこういけなくはないんですけどちゃんと仕分けを ね、仕,分けを仕分けも一緒に学んでいった方がタイムテーブルのここの部分についてこの仕分けが反映されてないっていうのをこうちゃんと両方で確認することもできるんで、ね、実務も実務でかなり仕分け大事になってきますで実務のために勉強してくださいとは言わないんですけれども、あのー、学習なんですよね受かるためにも仕分けを一緒に学ぶといいと思うので、ねえー、ぜひ両方やってほしいですで。理論に関しては あのいろいろ影山先生のレジュメもう論文でも戦えるようなぐらいの論拠をこう理由ですね結論の理由っていうのを結構載せてるんですけれどもその論拠っていうものは、ね、あの担当式で言うと大事なのは結論になりますんで論拠は論文のために、ね、一緒に見ていくのも大切なんですけどちょっとうんもうすぐ本試験だとかあの本試験までの期間を考えて。 結論重視とかいうふうにこう持っていってほしいですいつまでも毎回論拠を見るんじゃなくて結論だけを追っていくっていうのをこう期間を設けていただくとかですね、えーまあ、近くなったらですねそういった形でやっていただくのがいいかなと思いますありがとうございます小林先生がですかはい私はあ当連の反復ですかねあと手を広げすぎないことですねあの私担当は、まあ、受かったあの 割と早く受かかかっったんんでですすけど、論文時間かかってるんですよ。3回でやっと受かったんですけどその落ちた理由は手を広げすぎたことをですねで私の法人にあの早期で受かって3位の子いるんです論文全体で3位の子がいてで何が足りないんだろうって比較したことがあったんですあの質問して何がいけてなかったんだろうって分析したことがあってでその回答はその子は担当時代の問題集をそのまま論文でも使ってたんです 当連とかの,回,あの回転とかじゃなくて当連はあくまで自分が分からなかったつまついたのを論点を確認するためだっていう位置づけをちゃんと持ってて必ずテキストに繰り返ってたんですそういうあの自分にはないところがあったからあこの差なんだなって実感したことがあったのでだから当連とかを回転するんじゃなくてまずテキストーベースを土台を作るっていうのが一番大事かなと思います。 ありがとうございます、まあ、財務会計論はね一番ボリュームが多いのでえと結構、ダメなことを結構やりがちな部分もあるとは思うんですけどもねあと1点なんか前のイベントでもちょっとお話ししたかと思うんですけども問題集を解いている時に問題を見て10分ずっと考えている方とかあの1分考えて何も浮か,ない浮かばない問題は完全に忘却されているので。 もうすぐに回答解説は見ていいです。うん。何も思い浮かばないってことは多分忘れてるんで、それは？ なんか奇跡が起こるのを10分15分待つよりも回答解説を見てそれでもわからなかったらテキストに戻り説明を見てまたはレジュメを見て解き方をもう一回学び直してもう一度解けばいいじゃないですかその10分15分が10問になると100分ですからね1時間半とかになってしまうんでたった10問でもその10分っていうのは非常にあのもったいないですから問題集を解いて解けないでも俺,俺は やれるはずみたいなね。はい、いいんです、やれなくて。そのねもう今、ね、試験じゃないんですから、問題集目の前で見て、担当の問題集だから解けない、へこむとかしなくていいんですよ。もう一回、一からまたインプット入れればいいんで、問題集に対して、またもう一回ね,ね、やり直すということは、ですね早めに <laughs> 問題を解いて、あ、もうわかんないやつって、解答解説をちゃんと見て、ただちゃんと考えてくださいね、解放はね、うん。こんな感じかな。あ、いや、全然思い浮かばないな、解答解説を見る。 それでも分かんなかったら、まあ、レジュメテキスト見るで,でもう1回解いてくださいね、うん、そしたら今度解放とかがこう見えてくると思うのでこれはいいかなと思いますありがとうございますはいえー、担当4科目共通のお話ですこれ意外と聞かれるんですけども担当の本試験、うん、前日でやるべきことを教えてください小林先生いかがですかね 自分が苦手な論点を事前に整理しておいて、そこを見れる状態に準備しておくで、そこを反復するに尽きると思います。はい。うん、ありがとうございます。佐藤先生ばいかがですか？そうですね。まあ、あのー、付箋みんな貼るじゃないですか。<laughs> あ,のあの、ここをもう一回やろうっていう付箋。それ付箋確認しましょう。っていうところですかね。はい、それをやってました。私は。 ありがとうございます、まああんまりなんかバタバタしない方がいいってことですかねえここまで来ちゃったらってことですよね <laughs> でもまあ悪あがきということで整理ってことですねはい担当の保試験前日でやってはだめなことを教えてくださいあ、はい、小林先生お願いします新しい論点に手を広げたり あ理解を理解にするために講義を見たり、うん、もう脳死で暗記しかないと思いますのでそういったことはよろしくないかと思います、はいうん、ありがとうございます佐藤先生はいかがですかはい全く同じですあの新しいことはやめましょうっていう話とあとその私が企業法講師だからっていうわけではないんですけど金商法、商法あるじゃないですかであれってかなりすぐ忘れちゃうものだと思うんですけど あのー当,日まあ、当日も、ね、なんですけど前日も金商、まあ、法商法を結構力入れてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますあの悪あがきをしないようにっていうふうなのが、まあ、前提にあるんですけれども、まあ、付箋を見てってで付箋が終わって、えー、時間余ったら金、ね、商法商法がいいんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます。 はいそれでは担当の本試験当日でやるべきことを教えてください佐藤先生お願いしますはいえっと当日はですねやはりい1回目1回目一ゲ目、えー、企業法じゃないですか企業法ですよね企業法なんで私は企業法に専念してました朝朝専念してで、えー、そうですね企業法専念してました あとはですねこう気持ちの面で皆さんはすごいもう勉強したんですよすごい勉強してぜひ勉強しきったぞって気持ちで本番を迎えてほしいですえ実際勉強しきってなかったとしてもそういうのがちょっとあったとしても勉強しきったっていうふうに思っていっていただくとうんいい点取れるんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、ありがとうございます 小林先生いいかかがですかはい、私は科目間の休み時間というんですか、そこでもこう詰め込むタイプだったので、あ事前にこう飲み物だったり、あ食料だったり、そういうのを事前に準備してましたね、だから、なんだろうやるべきことというか、教科とは違いますけど、あそういう事前の準備っていうのはちゃんとしてた気がします。はい、はい、ありがとうございます。お二人、当日早めに行ってました、例えば<ー>試験開始何時間前ぐらいには、ここら辺にいたみたいな。 小林先生は泊まってましたね前日全泊してので担当も担当もですねガチ勢ですね泊まってたんですねまあ確かにそこでずっと勉強できますもんねホテルで会場と同時に行ってましたねなるほどそうか担当もか私は普通にお家から行ってましたけどえっと一時間前ですねなんか三十分前とかに開くんだったかななんか会場する前に 行ってた記憶あります会場の30分前ぐらいに行ってそうするとあの受験生たちがこう校舎の校舎というか門の周りにブわーっているんですけどそこにこう一緒になって立って寒い中、こうやって、ね、問題集とかを広げてやってましたねなるほど私も別の試験ですけどもうべらぼうに早く行ってました、ね。私, <laughs> 私は <laughs> 私、たぶ、うん2時,2時間前時間半前ぐらい電車が遅れたらどうしようとかそういうのを考えちゃうんですよね、はい、だから早めに行ってで、えっと、マックとかその早めに開いてるところを実は事前に確認してました、うんえー、試験日が日曜日だったら、えー、日曜日にこのマックとか、えー、と喫茶店、ガストとかが何時に開くのかっていうのをチェックして行って え早めに行って、マックがあったのかな、確かめちゃめちゃありがたくて、そこでずっと勉強してましたね、めちゃくちゃあの安心しますよ、<laughs> めちゃくちゃ早めに来て、なんかだら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 、ちょっと飲み物を飲みながらやると、結構、安心すするんですよねうんあとはあの会場近辺のコンビニ、お昼売り切れちゃうんで <laughs>、自分の地元の方のそのコンビニでお昼買っていった方がいいです。 なるほどああ、りがとうございますあぶっちゃけ、何食べてました朝、小林先生朝、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 朝 <laughs> <laughs>、朝、何でも、炭水化物は取らなかった気がしますね、揚げ物とかそういうのは、揚げ物とかそういうのは取らなかったー気がしますね、カロリーメイトとか、ー昼、取りました、担当で、いや、軽食だけ、ゼリ,ゼリーとか、皆さん、結構そうですね、佐藤先生はどうですか、朝食は、朝食、たぶんですけど、食パン、トースト、うん 砂糖マーガリンみたいな感じでしたね多分昼はあお昼はあのー、おにぎり2個ですねうん,うん、うん、鶏5目と何だったかな,なか <laughs> はい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 結構あのー、まあ違う方もいらっしゃるかもしれないですけど結構軽食の方が多いですねだからやっぱ片手で何か食べながらちょっと、ねうんうん、テキストとかあのー、ね ポストイットのところをチェックしたりとかでできるからってことですかねすみません、えーと、ちょっと嘘ついちゃいましたね、お昼で思い出しました、えね、えと私、何回か担当受けてるんですけど、最後の回は母親にお願いして、えー、お弁当を作ってもらって、はい、ちょっと感動の効果で点数が上がるんじゃないかなみたいなあ<ー>、<laughs> <で>いいですね、それ、はい、それやってました。でその回は良かかったんですか もうバッ,バッチリです。えっとなんか六十ナンーで受かるところが七十六パーセント。ああもうすごいですね。お母さん様々です、ね。<laughs> <laughs> 素晴らしいですね。だそうですね。あのー、やっぱ当日のね動きはちゃんとシミュレーションぐらいはしていい方が絶対いいと思います。でめちゃくちゃ遠い方とかもいらっしゃるんでやはりちょっとね余裕を持ってくるように。で、えー、あんまりがっつり食べると。 トイレ行きたくなっちゃうんですよ。本番の試験で。だから、あの、草川先生もね、おにぎりとかだったと思うんですけど、影山先生も多分おにぎりとかだったと思うんですけども、ね、もうなんかおにぎりばっかですいませんけども、あの、いや、もうあのね、すぐに、あの、投下して、 脳にエネルギーになるんでおにぎりとかあとパンとかもいいですよね、うん、あとウィダインゼリーとかカロリーメイトとかですね簡単なものでえぜひで終わったあといくらでも食っていいんで担当式試験はあの財務までがあの戦いなんでえそれが終わればあのいくらでもディーナー食べていいんでえぜひねちょっとねあんまり食いすぎないようにえするといいかなと思いますありがとうございます 逆に本試験当日でやっててはダメなことを教えてください佐藤先生、お願いします、はい、やってはだめなこととして、えー、皆さん何回も言うんですけど管理会計論のイメージを持った後に解くっていうのは、えー、ちゃんとしてほしいのでそれをしないっていう,もう焦ってそれをしないっていうのがありますんで普通にあの忘れちゃうことがありますんでそれは絶対忘れないそしてそれをやったとしても解けなかったってなったとき なんか足がないぞってなった時うんすごい焦って頭真っ白になって他の問題なんか解けなくなっちゃうんですよなので私がやってたのはそういう時に陥ったらもうペンを置く深呼吸する目をつむる目をつむって深呼吸して切り替えてスタートするもうちょっと1分2分ねもったいないなってなるかもしれないですけど結果としてそっちの方がいいですからメンタル安定した方が もうもはやメンタルの試験なんで <laughs> 管理会計は <laughs> なのでえそういうことをちゃんと意識しといてほしいと思います。<laughs> ありがとうございます。小林先生いかがですか。はい、えー。答え合わせしないツイッターを見ない, <laughs> い,いですかね。あの <laughs> <laughs> ツイッターとか見るとねあの,あの問題がどうだどうだとかもうつぶやいてる人いますけどあの外でしかないですし佐藤先生おっしゃいましたけどあの本当に企業管理でつまずいたとしても監査財務で 全ては挽回できる試験構造になっているので次に切り替えてやることが大事だと思うので、まあ、ツイッターとか特に見ないほうがいいんじゃないかなと思います。うん、あの癖で SNS とか、ねはい、見られる方はけっ 結構多いんですけど、もまあうちもなんか情報発信でツイッターやってるんで、あんまり偉そうなことは言,わない言えないですけど、もえっと合格者の方でえ結構な方々はもう SNS はあるタイミングでもシャットアウトされてます、なんでかというとツイッターを見てる時間があったら仕分け1本覚えた方がいいじゃないですか、間違いないですよね、それは。1つでも条文を覚えた方がいいですし、1問1答問,問題集の1問でも早く歌っておいいた方がいいので、ツイッターとかね、 の、あの、情報よりも、わかんなかったら、あの、LINE で先生に質問してください <laughs>。あの、なんか、こうこうこんな噂があるんですけどって不安だったら、先生に聞いてください。あの、それか、我々の教えてるチューターで聞いてください。大抵多分、あ、無視していいですとか、そういう、多分、回答にはなるとは思うんですけども、あの、ツイッターで結構あるのが、結構、 う嘘の情報を拡散するという方が非常に多いので,でそれが嘘かどうかってなかなか判断つかないんですよね受講生の方だと。うん、なので、えーとまあ、うちの公式ツイッターがあの合格発表ありましたみたいなツイッターは全然見ていただいていいんですけど。<laughs> うん まあも,うもうそれすらもぶっちゃけ見なくてもいいですねあの、願書提出するタイミングとかを忘れずにやっていただいて、本試験を忘れずにしていただければいいので、あのこう特にこう当日はめちゃくちゃ流れるんですよ、うん、ですみません、うちも回答速報、ツイッターしちゃいますけど、無視していいですあの、財務会計論が終わってから見ていただいていいので、えぜひそこは、ね、あの当日あの、試験に集中していただければと思います。はい では次、論文式試験に行きたいと思います。はい。試験と同じ順番で今言ってますね。えー、論文の監査論の学習でやるべきことを教えてください。小林先生お願いします。はい。暗記から逃げないことですかね。あのー、私は論文3回受けましたけれどもお、監査論が全く伸びませんでした。ああ全部。 一回目二回目多分四十代だったと思います。四十代から合格した時は六十三四まで上がったんですけど、上がった理由は暗記をしたからです。暗記をして一言一句を覚えて吐き出せるようにして、でそれをするともちろんその暗記吐き出し型の問題に対応できるってこともそうですけど、ワードが入っているので答案の構成が早かったんです書くのも。だからそういう頭を使って考える系の問題にも割とこうなんでしょうね得 時間が余裕があったように思うので、やっぱり暗記らワードの暗記っていうのはある程度必須かなっていうふうには思っています。はい。ありがとうございます。佐藤先生いかがですか。はい。えっ、ー、とそうですね。まずなんか、えー、事例問題とあと事例以外のなんか、うんうん、理論問題みたいのあると思うんですけど、事例に関しては。 割と変なものが出る可能性もあるんですけど大体そのパターン化されてるのかなってイメージがあるんです。なので問題集論文・監査論の問題集がありますちょっと薄い感じの問題集がありますでそれをやるあとトーレンをやる模試をやるってやってそこで出た事例を まんべんなくちょっと見ていただきて網羅的に見ていただいてそうすると大体そのパターンがつかめてくるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、まずはまあそれをこうできるようにするっていうところがまあ事例対策としてはいいのかなと思いますまあそ,れそんな感じのイメージのものが本試験出なかったら、まあ、そこはもうガチンコでいくしかないんで、まあ、それはもうしょうがないんであとはもう理論ですね事例以外のものに関しては えー、インプット段階でアウトプットも兼ねてほしいんですよ。というのが、えー、インプレジュメを見てるときにこ,のこれこれこういう制度の必要性は監査制度の必要性はって言われてでその必要性はこういうことであるって書いてあると思うんですけど必要性を学ぶときに,あ学ぶにそ,のそのレジュメの必要性の文言を書いてある部分について隠して手で隠して。 ね、あの空で言えるかみたいな、だから問題集化してほしいんですよね、レジュメを。合わせてそこで、インプットと合わせてアウトプットもやってほしい。っていうふうなところがあります。ありがとうございます。はい。論文監査論の学習でやってはダメなことを教えてください。小林先生いかがですか。はい。 さっきの話にもつながりますけれども今自分が暗記してるのか理解をしてるのかあその区別をつかない時間っていうのをなるべく減らすというかあなのでこ,うこの文章を暗記のために読んでるのか理解のために読んでるのかとかあそういうアンテナを張らないままただ読み込む作業っていうのが一番あの無駄になるのでだから僕は講義を聞きながら 暗記するところが出てきたら一旦講義止めて暗記してで暗記を終えたらあ講義を流して理解をしていってっていうのはそういうメリハリをつけながらあ勉強を進めたらかなり偏差値が上がったのであそういうメリハリっていうのは大事かなと思いますありがとうございます佐藤先生はいかがですかはい、えー、私がやってたダメな事例なんですけど まあ実際これで受かったっていうところではあるんですがすごい時間がかかりましたってものがあの自分で問題集作ってたんですよ <laughs> あのワードでワードであのなんだろうなペンを使ってこ,うこの必要性についてこういうことであるって答案構成をするのがすごい時間かかっちゃうんでワードでこれの問題についてはこういうことであるってこう自分の文言を書くんですよ。 書いてでそれなんかもったいないなって思ってたんでこうもうなんか問題集化したんですよね自分で。でやっててその「答案構成自体もなんかワードでそのやるのもちょっとすごいなんか自分の中でもったいない時間だったなって思うしそもそも本みたいな形にするのももったいないなって形だったんでまあ「東和昆なんて正直。 当連と模試でいいかなっていうふうに思いますんで、あ、う、と、ん、の時間はちゃんと、まあ、書くとかいうよりは見るっていうふうなですね時間に当てていただきたいなと思います。はいありがとうございます。素性法論文の素性法の学習でやるべきことを教えてください。佐藤先生いかがですか。はい、えー、これも計算理論に分けますと、お計算に関しては。 租税法レック、うん、小さいなんか緑色の基本問題集みたいなあり,、ね、ありますんで,で、えー、私の,なんかあのちょっとまた良くないお話としてあのフリマサイトあるじゃないですかああいうのでいろんな予備校のテキスト買ってたんですよ。で色々見比べてたんですけど、うん あのレックの,その緑色のちっちゃい基本問題集があれがもう合格レベルだなっていうふうに私は判断しましたでそういうふうに思いましたあのい,ろいろんな予備校さんのこう見させていただいてレックの,あのちっちゃいのが優秀だなと思ったのでそれをですねガツガツっと計算やっていただければいいんじゃないかなと思いますで理論に関してはえっ、ー、とそうですね基本的に、えー、条文まで 問われている内容の条文までこう自分で弾ければいいっていう試験になってますなので、えー、そうですね条文をそのまま1条からバーって読むっていうのは大変なので大変だし到底ちょっとでき,できないですよそんなこと、えー、なのでそれはやめていただきたくて何やっていただきたいかっていうと「トーレン」と「もし」ね、で出た条文について「 目次と,あと中身の方も、ね、ちょっも色を塗っておいてほしいんです特に大事なのは目次に色を塗るってことです本試験大切なのは目次を見て目次からその条文に飛べることなんで、うん、なのでその条文があるのはこの目次のここだなっていうのとちょっと紐付けてほしいんですよねそういうちょっと学習をしていただければいいかなと思いますありがとうございます佐藤先生はいくあ小林先生らはいかがですか ま,あ大まかにあまあ同じですねただ、総税法に関しては僕は受かった年は毎日触ってました、計算も理論もですね、総、ね、税法ちょ、本番はあの40分で理論を解くとか法人税法は1時間使うとかそういう時間の,その配分をきちっとしていてで特に理論とか40分で解ききるってなるともう本当に条文番号を覚えてないと、多分解ききれないような。 内容になっているので、特に長文とかはもう論点ごとイメージできるように、かつページ番号とかも飛べるような状態に持っていきました。だから、もう本当に毎日触っているような状態でしたね。はい。学習の内容とかは佐藤先生と全く同じです。ありがとうございます。あのー 租税法の基本問題集というあの緑色のちっこいやつですけど、ね、<laughs> <laughs> あれの,あの実はあの問題じゃなくてインプット部分だけ集めてるやつがスマート論点集っていうのがあるんですけども、うん、まあそっちを携帯していただいて、うん、アウトプットするときはあの基本問題集をオープン回すみたいな形でいいかなとでスマート論点集の方はどうするかというとですね、うん、苦手なところにポストビィットとかを貼っていただいて、うんえー 繰り返し解いていいいてただくのがいいかなとあとあ理論の方なんですけども、レックだと、えー、理論のテキスト問題集っていうのが法人税と所得消費線編で2つ分かれてるんですけども、そこの実は一番後ろに条文ツリーがあるんですよ、ねあのー、ほぼ、あのー、完璧に一致はしませんけども、あのー、法令基準集配られるじゃないですか、あれっぽいものの実は目次が全部あって。 え、実はあの、今年の租税法で、なんか、理論でなんかあんまみんなやらねえようなやつがあって、あれどこにあるんだよみたいな探したやつがあるんですけども、バッチリありました。そのツリーの中にも普通にあったんで、あのツリーちょっと今後ろにあるんで、今年は前に持っていこうかなと思ってます。そのツリーで、ぜひ条文がどこにあるのかもう場所がもう丸分かりなんで、 えー、それをぜひ、あのー、こうね、利用していただければと思います。で、法令基準集が、あの、最新なものが届く前に論文グレードアップ答練が始まっちゃうんで、レックは、えー、まあ、去年の、あのー、法令基準集とかを使って、えー、各科目解いてほしいんですけども、あのー、もしあれでしたら、あの、その理論のね、えー、 あのテキストアンド問題集租税法に関しては持ち込んでいいので、そのあの作品のところを使っていただいてもいいかなと思います。うんはい、ありがとうございます。な租税法は。意外と皆さん苦手にされる方が多い。<laughs> 多分ね、なんかなんか嫌なんですよね。なんか簿記やった後にまたなんかこう。簿記タッシュみたいな。<laughs> やつのインプットを山ほどやるじゃないですか。計算パターンも。しかもなんかあの。 あれなんですよね。理論がないじゃないですか、具体的な。こうこうこうだからこういうことやってんだよ、じゃないじゃないですか。40%以上みたいじゃないですか、なんか。国がそう決めたからこれですみたいな、<laughs> ありますよね。だから、なんか丸暗記しないといけない部分もちょっとあるので、嫌だと思うんですけども、まあ、あの、計算パターンをね、お二人が言ったように、暗記したらそのまま吐き出せるんで、こいつは。あの、そう、あの意外とね、皆さんね、効率、 得点効率悪くない科目なんでそこはちょっとイメージはね変えていただいた方がいいかなと思いますはい論文の租税法の学習でやってはダメなことを教えてください佐藤先生いかがですかはいえー、っとそうですね先ほど申し上げた黄色いちっこい、えー、基本問題集緑緑ですねあ黄色じゃないです <laughs>、うん、緑のね黄色って緑のですね緑の問題集なんですけどあれって えーまあ、私のよくないそのいろんな予備校さんのを集めてって見た中で若干その合格レベルよりも法人税に関してはちょっと上行ってるんじゃないかなみたいな内容になってるんですねえなのでそれでも若干そのちょっと頑張ってるなっていうふうな問題集なのにこうちょっと不安があって、えー、手を広げないでほしいんですね ものすごい細かいところにも手を広げないでほしい、えー、最低やっていただくのが基本問題集みたいなあ形ではあるけれどもこうそんなにそれ以上やんなくても受かる試験ですで、えー、あと皆さん意識してほしいのが法人税所得税消費税あると思うんですけど点数配分法人税おっきいんですよねおっきいなのでよく言われてるのが法人税で18点取ります 所得税で3点取ります消費税で3点取りますで合わせて24点が計算の合格レベルですみたいな感じであると思うんですけどまあでも大体なんかそんな感じなんですよ。とするととするとなんだろうなやりすぎなくてもこう受かる試験でまあ基本問題集で法人税いよくて所得税消費税法に関しても 所得税は本当に点数の取りやすい所得控除の部分だけを覚えるとかあと消費税も簡単な部分だけを覚えるとかそういった形でもいいんでまあそれはえー学習うーんまあ進めていて本当にちょっと迷っちゃったら迷っちゃったらもう時間ないよってなった時にこうちょっと東先生とかに <laughs> 相談してもらってそういう形でもいいですかみたいに言ってもらう。 うん、そうですね。ちょっとごちゃごちゃ言っちゃいましたけど、ごちゃごちゃ言っちゃいましたけど。本当に言いたいことは。細かいとこまでやりすぎない。っていうところが大切っていうところです。ありがとうございます。小林先生、がですか。はい。一緒ですね。あの、本番。解くのに時間がかかるようなもの。については、間違いなく切ってました。ああ、ですし。僕、あの、消費税の。仕入れ税額控除とか、あれも。 全部合わせるのも本番無理だと思ったので一部しかあのやってないですし本当に切れるところは切ってでも A ランクの問題は必ず取尽きるかなと思います、はい、ありがとうございますあの相続税法って各予備校さん、うん、結構、ね、あの有名な教材をなんかそれぞれ揃えてて、うんえー、SNS とかでいろいろ拡散されてるんですけども今、われわれが提供している教材を 信じてていいただいて大丈夫ですそれ以上やる時間があるんだったら、この論文の6科目のどれかやってください、うん、当たり前の話ですけども、も手を出しちゃう方が非常に多いです、特に租税法は、皆さんに提供されている教材以上のことをやるっていうことは、租税法に対して過重をかけるということですから、他の5科目の勉強時間を割くということを忘れないでください。 それでもやりたいんであればその5科目はちょっと犠牲になっているということだけは、えー、意識してくださいただでさえ租税法って結構パワーいりますよね, <laughs> う,ちの科目ねうちの教材だけでもその緑色のちっちゃいやつだけでも、まあ、そんな,そんな、ね、簡単なものではないのでそいつが完璧になったらまだまだいるじゃないですか、強敵が、ね、財務管理 <laughs>、ね、監査、えー、経営、企業もうこいつら強敵ですよね。 こいつらもバランスよく皿回しをしないといけませんのでねお皿がこう倒れそうになったらまたちょちょちょって回していく6科目バランスを取っていくものなのでバランスを崩すことは絶対やめてください特に租税法でそれをやってる方が多いのでダメなことの一つとして挙げさせていたただきましたはいだから今、ちょっと多分租税法の言い間違いで相続税法といワード出たと思うんですけど それ出ないんでね、安心してください <laughs> 100%では、管理会計論です、はいえー、論文の管理会計論の学習でやるべきことを、私、得意ではないんですけれども、うん、まあ一つ挙げるとすれば、当連で得点比率をかなり意識してました、あと講師の公表ですね。 あの特に難しい科目ですし時間も厳しい科目ですけれども他の受験生が取れるところをちゃんと取っていればあまあ間違いなく落ちないので何が取ってくるのかどこが A ランクなのかっていうそのランク付けはかなり意識をして勉強していましたはい以上ですありがとうございます佐藤先生いかがですかはいえっ、ー、とこれも計算理論に分けますとお計算に関しては やはり担当の知識の維持です。担当レベルの維持が大切かなと思います。なので、まあ、手を広げる、手を広げるっていうのはやめてほしいです。なんか、担当を受かるために ABC のうち AB やりましたみたいな話だ、えー、で受かったとして、ね、えっと、じゃあ論文だ、頑張るぞって言って、そこで C まで手を広げないでほしいですね。<laughs> そのままのん教材をやっていただきたいと思います。で、理論に関しては、 えと理論問題集が、まあ、テキストとして配られるんですけれどもそこに、まあ、書き方としては問題があって実際のこう回答があってでフローチャートがあって解説があってっていうふうな、えーまあ、問題集になってるんですよ。問題回答フローーチャート解説で実際その講義の中では二宮先生は フローーチャートで講義をしますフロ,ーチャートでフローチャートで講義をしていただいて色分けされてそれをこう見ていくっていう,う形でもいいんですけれども実際本番では文言が書けないといけないんですよキーワードだけではえ難しいフローチャートでキーワードだけは覚えててそれでかえ、えー、合格するのは なかなかその文才がないと難しいのでちゃんと回答も見てほしいです、回答文章ベースの回答を見てでそのフローチャートの中のキーワード回答のどこにこうあるのかなってこうマーカーを引いてもらってで勉強していただきたいと、うん、なので、まあ、両方やってほしいですフローチャートと回答フローチャートだけっていう形にはなんてほしくないなっていうところですね。ありがとうございます 論文の管理会計論の学習でやってはだめなことをこれは先ほど申し上げましたけど当連の回転ですかねあの本当に当連はその問題でしかないのでそれを解いたところで本番に対応できるとは限ら,、ま、限らないですし大事なのはちゃんとテキストに振り返って論点を意識することだと思うのであの当連の回の 回転にだけに注力するのはよろしくないかなと思いますありがとうございます佐藤先生はいかがですかはい、えー、そうですねやってダメなこととして、えー、先ほど当連のお話あったんですけれども、えー、皆さんがこうメインで回していただくのは担当問題集ですよねそのままずっと担当問題集を使っていただくと思うんですけどただ、えー まあ論文って、まあ、皆さんがこうやってる担当問題集の123っていう問題をこうつなげましたっていうのが <laughs> 論文の問題なんですね。でなのでそのつないだ形っていうのを皆さんやってないわけなんで、まあ、回転とまではいかないけれどもトーレンでこういう複合的な形で出てくるっていうところをちょっと解き方を学んでいただく、まあ、解き方を学んでいただくとですねで実際にその個別の論点を え学ぶのはやっぱり担当問題集、そのまんまその知識を、ですね担当時の知識を維持していただきたいというところに、えー、なります。はい、はいありがとうございます、まあ、担当の、ね、問題集とかの、えー、有効活用、プラス、まあ、論文グレードアップ当連とかのですね、えー、ちょっと複合的な問題も、まあえー、ちょっと見て確認していただければなみたいな感じでよろしいですかね。 相変わらずこの管理関係論は悲惨な結果だった方が多いです。学 <laughs> 者の方。はい。あの、取れない科目みたいですね、まあ。いつこう優しくなるのかなと思ってずっと待ってるんですけども、あの訪れないですね。そういうことがね。難しいですね、うん。難しいですね。はい、<laughs> 学者が楽しんじゃう科目なんでしょうかね。<laughs> <laughs> ぶっちゃけ原価計算は楽しくないですかそうでもないですかね。お面白いですよねあれ、総合原価計算とかね。うん まあ、い,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 いい僕、学問だと思うんですけどね、はい、ありがとうございます、はい、では、財務会計論に行きましょう、論文の財務会計論の学習でやるべきことを教えてください、佐藤先生、お願いいたします、はいえー、じゃあ、計算、理論を分けまして、計算に関しては、論文で重要になってくるのってやっぱり連結ですよね、連結、で、まあ、連結部分に関しては、担当の知識の維持でいいかなと思ってますので、 まあそのまんまの担当問題集とかねあのテキストでやってる方についてはその説明をやっていただきたいと思ってますで基本的にはえ増えるっていうよりはあの減るっていう形なんですよ論点がその担当時代よりも担当時代よりもやることが減るようぐらいの意識が論文ですただ個別に関してはですよ個別に関してはそれでただ連結に関してはよりこう難しくなってい で、まあ、何が難しいっていうとそのなんだろうな、えー、担当だと 6, 6個ですよね今足が足っていうか連結だと問題が6個あって、えー、連結の,その財務諸表の中の6個こう答えてくださいっていうふうになると思うんですけどこう論文だと結構割ともう財務諸表作っちゃおうぐらいの感じでブワーって出るんで。 その中からこうピンポイントで狙いにいくという勉強をしてほしいんですね。ピンポイントで狙いに行く。それ、ね、どういうふうにやるかというと、例えば、売上げ減価を求められていると。売上げ減価を求められていたら、連結の流れを皆さん頭の中でイメージしてほしいんですよ、えー。個別財務諸表を、えー、修正しますよね。修正して、えー、合算して、東証資本の総裁消去、資本連結、成果連結ありますよね。でその 流れを見てどこで売上げ原価が動くのかなっていうイメージをしてほしいんです。売上げ原価が動くところ。で売上げ原価がどこが動くかなってイメージしたら上からバーってきてあ未達商品の論点があったなと未達商品商品買い金みたいなのが増えますよね。で商品が増えてで、えっ、ー、と、未実現利益の消去とかに影響してきますよね。で、成果連結のところで未実現利益の消去だったら売上げ原価が動きますし。 あとは、えーあれですよね、T 社、S 社で売り上げ、えー、仕入れ、やり取りを行っていたらそこでの、えー、売り源との総裁とかありますよね。だからその流れをこう思い浮かべていただいてどこで何がずれるかっていうのをこう連結の,この、まあ、テキストでも説明やるときでも、えーまあ、思い浮かべながらどこのものなのかと思い浮かべながらちょっと勉強してほしいというのが。 ありますで、論文のトーレンのところでそういうスポットで狙いにいくっていう練習をしてほしいです、はい、ありがとうございます、そのイメージしてるときって本番、あそ本番ていうかトーレンの本番でイメージしてるときってちょっと書き出す感じですかね書き出しますね、うん、やっぱそうですよね、うんえー、書き出すんですけど、えー、かもう省略したやつですよね、汚ねえ感じのそうですね。えー、ちょっととよくあるミスとして タイムテーブルに反映しない仕分けけとかあるんですけどタイ,ムタイムテーブルに反映し,、えー、した仕分けとしない仕分けとかあってこれは仕分けで、ね、あの拾っていこうっていうもので皆さん下書き書いてるんですけど仕分けをこう足し算するのを忘れちゃったっていうのが結構あると思うんですよね。そのために、えー、それを防ぐためにはちゃんと色を塗ってほしいんです。色を、うん、あのタイムテーブル 作ったらそこでもうなんか出来上がったみたいな感覚になっちゃうんでそうするとこっちの方で右下の方でこう仕分けを書いてたのにこれが <laughs> 漏れてて間違っちゃうっていうのがあるんでちゃんと漏れないようにちゃんと下書きの紙を見て色を塗ってってこれとこれとこれを集計しようっていうふうにしてほしいですであとごめんなさい計算を話してたんですけど理論に関してはまあでもちょっとまああまり伝えられることはないんですがポイントはえ違うポイント ポイントリストですか、ねポ。ポイントリストを、まあ、ちゃんと影山先生に言われたところを。こう色塗ったところを、こう抑えに行くっていうふうな意識で。見ていただくのがいいかなと思います。うん、ありがとうございます。小林先生、いかがですか。はい。まあ、大まかに勉強の内容は、一緒ですけれども。あの、先ほどからも、論文、あ、なんだ、答練を書いさせないって言ってますけど。答練から、逃げは、逃げはしないですよ。必ず受けに行くんですけど。 当連のペースに合わせてあ学習は進めていってでかつ A ランクの問題実際解いてみて計算だったら A ランクとか B ランクの問題が間違ってたら必ずそこは復習をするてのとあとはあ理論ですね理論はもう先ほどから言ってますけれども暗記から逃げないっていうところですので必ず毎日僕は一問でも思い浮かべて。 空で言えなかったらまたテキストに戻ってっていうその繰り返しで毎日過ごしてたのであ常に財務には触るようにしていたかなと思いますありがとうございます、まあ、反復、まあ、範囲が広いんでこの、ね、毎日のちょこちょこの勉強の積み重ねも結構効いてくるのかなと思いますねはいありがとうございますはい、えー、論文の財務解決論の学習でやってはだめなことを教えてください佐藤先生いかがですか えー、論文のダメなことなんですけれどもちょっと遡って担当のダメなことみたいにつながる話として結局論文で連結ってとても大事になってくるって話したと思うんですけど、えー、皆さんまあ担当を受かってる方いらっしゃるかもしれないんですが、まあ、受かってない方に関してはもう担当の時から連結っていうのは正直ちょっとまあやっといてほしいなと。 先ほど言ったタイムテーブルのところと仕分けのところ、うん、両方書いてくださいっていうふうなのはあったと思うんですけど、ちょっともう担当のときから論文を見据えて、ね、連結、あと企業結合、組織、組織まあ、事業分離とか、組織再編形ですよね、そういったのはやっていただきたい、本当に時間のない方以外は担当でもやってほしいなっていうふうに思いますありがとうございます。小林先生いかかがですか 僕は先ほどど論文に全て通じますすけど添削から逃げないことですねあの実際記述特に財務は理論で書きますけれども論ずれしやすい科目でもある関数論もそうですけど、まあ、そういったものレックではあそれをちゃんと構成してくれる制度がちゃんとあるのでそこをちゃんと利用して自分に何が足りていないのかっていうのをちゃんと向き合う作業っていうのは必須かなと思います。 ありがとうございます論文グレートアップ・連のですね添削の方をあの受けたまわっているのでぜひ皆さん、バンバン出してバンバン赤を入れられて、えー、バンバンその、なぜここで勘違いしたのかというのを修正していただく、あのー、それをやるだけでその,その確認だけでもその、ね、インプットと修正がほぼ完了する感じになるので、えー、ぜひ、ね、トーレンは可能な限り添削の方を、ね、受けていただければと思います、ね。はい さあ企業法、論文の企業法の学習でやるべきことを教えてください、小林先生、いかがですかこれは佐藤さんがあれでしょうけど、<laughs> 論文だとやっぱり、あ論書の暗記があ、担当と比べてあ、かなり違うところではありますので、僕は特に論点を意識してました、あの論述ばーってなって、あの回答って並んでますけど、その例えば結論は何で 論拠は何なのかっていうその結論と論拠をちゃんと分けて短くこうちゃんと説明できるようにまとめてはいましたあとはあ特に優秀な答案をよく見て自分に何が足りてないのかなっていうのはちゃんと向き合ってからちょっと点数が伸びたように思いますので点策含めていい答案とは何かっていうのを自分で突き詰めていく作業が必要かと思いますありがとうございます 佐藤先生いかかがですか、はいえー、やるべきことは、やはりレックを信じることなんですね、<laughs> レックを信じること。で、一番こう忘れないでほしいことはです、ね、本試験の日ですね、えー、小さい紙をレックのスタッフがです、ね、配ってます、外で。そこに、これが出るんじゃないかみたいな、山でてのです、ね、リスト配ってるんで。 それを絶対に受け取り忘れないように。うし <laughs> 当たるんですよね。あ、そこからあのもう完全にヒットしてくるような、えー、回も、えー、もちろんありましたし、本当に当たるので、えー、それは、えー、きちんとね朝取ってほし受け取ってほしいなっていうのが、えー、あります。で、あとは学習の時なんですけれども。 まあ基本的には企業法の論文問題集っていうふうなものがまあテキストになってきてまあそれをやるわけですけれどあのまあ問題集を見ていく中で条文が出てきたらえまあ条文を。条文を引っ張ってほしいんですけれども毎回毎回こう引っ張るっていうのはかなり苦痛なんですよ。本試験に の時に何ができればいいかっていうとその条文を目次から引っ張れればいいんですよ目次からなので出てきた条文見てまずは引っ張ってみますでその356条だったりいい356条って言ったらその356条を自分がこう目次を見てそこら辺をにこう当てに行くことできるかなその356条に書いてあるところを目次の中のなんか括弧書とか、えー、目次の中省略した えー、ここについては何が書かれてますよみたいなのあると思うんでそれを見てその356条のところにこうイメージをつなげて引っ張りにいけるかっていうところをちょっと見ていただきたいなというふうに思いますありがとうございます、えー、レックのです、ね、論文グレードアップ当連, <laughs> 連を信じてください。で、えー あいつはカナリスの精度でできるようにしてください <laughs>。で、論文グ,グレードアップ当連を解いて分からなかったことは、えー、LINE で森村先生に、えー、もう、あの、もう引っ張り回すぐらいまで質問しまくってください。完全に理解できるようにしましょう。あの、論文グ,グレードアップ当連が本番で出たら、うん、もう完璧だよ、みたいな状態にしておけば、<laughs> あの、死ぬってことは多分おそらく回避できるし。ね、4分の3とか えっと、去年だと、あのー、論点で言っちゃうと、4問中3問がほとんど顔をかすってる感じなんで、で、でも、でも、書けなかった方いるんですよ。<ー>これ何かって言ったら、論文グレタプトーレンの復習の回転度が低いのと、ただ意味もなく回転されてる方<ー>。内容が理解されてない。なぜこう、こう問われてるから、こういう理由でこう書いたよっていうところまでの説明ができていない。 LINE うん、うんえー、で森村先生を引きずり回していいので、えー、もう聞きまくって、えー、解けるようにしてくださいあと、「論文グレータップ」講座の方でで、ね、理論問題集の多分解説をしていると思うんですけどもあれあの、理論問題集の中でピックアップしてると思うんであれ、危ないと思ってやってるんですよ、森村先生こう、ね、本番で来るんじゃねえかって思ってやってるんですね。 もう1人、志村先生という方と一緒に作ってるんですけども、あの2人の方はもういわゆる的中屋さんみたいな感じの方でえ他の,ここの企業法、会社法とかに関わる試験を研究されている方ですからそろそろこれ来るなみたいなやつもねえなんかあるらしいんでそれは教えてくれないんですけども、私にもね,ね。 レックの教材をぜひ信じていただければあとあのちょっとでもわからないことがあったら LINE で森脇先生質問してください分かりづらい科目でもあるのでねお願いします何でもいいですよ何でも相談してください,はいえ論文の起業法の学習でやってはだめなことを教えてください小林先当連から逃げることロングレから逃げることですかねああ実際にやっぱり試験、当連受けてみてああ先ほど話ありましたように 目次から条文が引けないとかそもそも条文が何なのか分からないとか、うん、そういうのをまず現場で体感することそして添削を受けることっていうのが何よりの近道だと思うので当連から逃げないことが大事かと思いますありがとうございますなんかどうせ解けないからってって受けない方はいらないんですけど、はい、いいんですよ、それでねそ,でそれでいいんですよ自分がどれだけだめなのかっていうのを分かって、はい、そこからまた、ね、復活していただければいいですからね、はい、佐藤先生、いかがですか えー、ダメなこととしては、えー、基本的に、まあ、ロングレトーレンから出るっていうふうに私はまあ信じていたところがあるので、まあ、本当に信じてくださいっていうところとあとはこう理論問問題題集ってあの問題数かなり多いんですよものすごく多くてそれを一から問題見て回答の全部の論証を見てっていうのを。 バーって全部やってるとキリがないっていうところがありますなのでもう完全な精度で書きに行くぞっていうのはロングレに置いといてでちょっと落ちた精度で、えー、書きに行けるぐらいの水準で、えー、覚えていただきたいでそのためにはどうするかっていうと、えー、回答バーって長いんですよ、えー、問題があったら えー、論点が立つと問題提起があってで規範定律規範、えー、を立ててで、えー、当てはめて結論っていう風な流れがあるわけですけれどもこの規範定律のこの部分に関して何か自分なりで色を塗るとか趣旨については自分緑色って思ったならそれを緑色に塗っといてこういう論点の時にはこういう規範が立つんだっていう風なのをちょっと これを覚えていいたただきたいここの規範の部分を覚えれば皆さん書けるんで規範を覚えれば書けるっていう風に思っていただいてもう本当にその緑色自分で塗ったところをですねわーって一生懸命見ていくそれで暗記していくっていう風にすればロングレトーレンのものについては精度高くこう覚えてでそのほかについてもまあ安心だなっていう風なレベルには持っていけるんじゃないかなと思います。や,っぱやるべきですか それは理論の問題集からもやっぱりやるべきってました私はやってました、あはい、私は、えーまあ、正直、その問題集に <laughs> と合わせて司法試験の教材とかをなんか市販で買ったりしてやってはいましたけどたやりすぎなんで、まあ、やりすぎですよね。はいはいで う受かるレベルっていうぐらいだったらロングレトーレンだけでいいぐらいではあるんですけどそれはさすがに怖すぎるのでやったほうがいいとは理論問題集。理論問題集の中でロングレ講座で取り扱っているものだけちょっとこうやってやってで時間がもし皆さんなかった場合ですね勉強時間全科目ででバランスが整わなかった場合は森原先生聞きましょう, <laughs> どうあのロングレトーレンは分かった完璧にやりますと。 でそのロングレコーダについている理論問題集がありますと、こいつはちょっと苦しいと、ね、どれが危なそうですかっていうのを、ね、聞いていただければ、あのあのリーサルウェポンで発動していただければいいかなと思いますので、はい、ありがとうございます。はい、経営学の、論文の経営学の学習でやるべきことを教えてください。佐藤先生、いかがですか 計算に関しては、まあ、新しくまあ始める方にっていう、まあ、思いですけどそれはですね、まあ、結構文字式が多いんですよ文字式が多くてパッと見ものすごい怖いんですよね、あのー、これできるかなって不安になるんですけどまずちょっとやってみてほしいんですよね割とおできますでするためにはするためにはっていうかその文字式を一応その文字に起こす文字 文字式をこれ何の文字を表してるんだってこの名称を書いてほしいんですよこの文字のこの文字式についてはシステマティックリスクだみたいな,なんかそのカタカナでちょっと矢印引いてこう書いておいていただければえと割と計算というのは覚えやすいかなとそうするといろんなこう変形の式に自分で組み,たえ組み替えたりとかあのできたりするようになりますのでまあ演習ですね ととにかかく演習かなと思いますで経営の理論に関しては1、えー、問1答ものすごい薄い1問1答が配られますのでそれをやっていただきたいです。でやる時に1、うん、問1答なんでこう問題があってこれ,にこれについてどういう意味かみたいなで回答があってって左右あるんですけど問題を見て回答を答えるっていうのはもうシンプルにそう。 まっすぐな形でこう解いていいんですけど回答を見てそのなん、えー、だろうな例えばこの名称の意味だったら意味,を意味を隠せ隠し、えー、ごめんなさいね、えー、これの名称はってなったら、えー、名,名称を見てその意味は何だろうっていうふうに逆サイドから回答の方から問題を答えにいくみたいな。 形で左から右と右から左っていうのをちょっとやっていただきたいなというふうに思います一方方向じゃなくて一問一答を使っていただければいいかなとありがとうございます小林先生いかがですか、はい、私もまあイメージは一緒ですねあで計画の計算に関してはあ結構前から着手はしていてあその論点とかはやっぱり口頭で簡単に説明できるようなレベルには達していただかなと思います また理論もですね、なんかよく3ヶ月で間に合うみたいな謎の理論飛び交ってますけど、<laughs> あの間に合わないので<ー>早くから着手して、あの暗記も含めて着々とこう進めるのがよろしいかなと思います。僕経学の講義が一番見た感じしますかね。やっぱり聞きながら演習とかもしてたので、やっぱり理解が土台にあって反復っていうのが一番近道かなと思います。 ありがとうございます、まあ、質実合健ということですね、もう基,礎基,礎に基本に立ち戻るというんですかね、え逆に、計学の学習でやってはだめなことを教えてください、佐藤先生、お願いします。はいどうです、ね、私もあの 3, 3ヶ月で間に合うみたいな、直前期にやればいいみたいなことをいろいろ聞いてで、直前期にやって、えー、ダメだった人をよく見てますので、<laughs> <laughs> それあの、本当に。 やめてほしいです結構なんか流行った方法ではあったんですけど、うん、あのこういう経営理論って他の科目と比べてかなり抜けやすすいんですよ、まあそうね、もうなんか3日で抜けちゃうみたいな <laughs> 感じになるんでまあそれで直前期っていう意味合いは、まあ、あるにはあると思うんですけど何度も何度もやればそれはあの覚えていきますからね。なので、うん、まあどうだろうな。 これはそうだなダメというよりはこうやってくださいっていうのが経営理論とか経営の計算に関してぐわっと最初の方にやんないでほしいんですよあのなんだろうな強弱つけてほしいんです直前期になるにあたってもう回転数を増やすとかあの力の入れ具合を変えていってほしいんですよねあの一気に最後の方で覚えなくちゃいけない科目であることは間違いがないので その点については確実に言えるのでちょっと強弱をつけてやっていただければいいかなと思いますはい小林先生いかがですかはい、まあ、本当に同じで、あのーまあ、理解を後回しにするじゃないですけれども、あのー、直前期になって手をつけないこと前段階でちゃんと理解をしておいてあとはもうかんあの反復できるような状態に早めに着手するっていうようなのが大事かなと思うのでですねはい。 ゼロ着,着手にしちゃうものと、も、ま、う、あ、ちょっとでもね、やってて、で、後から思い出すものだと、もう大体3倍ぐらいパワーが違うと <laughs> 言われてますので、やはり後からよりよりも、あの、まあ、忘れちゃうものでしょうけども、まあ、ちょっとずつね、進めていって、だから、着手しないと本当に後回しにしそうな、こいつなんで <laughs>、あの、嫌がらずね、着手しましょう。はい、ありがとうございます。はい。 論文穀物共通の論文の本試験の前日でやるべきことを前日ですよね、前日、まあ、これもあの論点を広げすぎないというところで、あの前日までに大事なことは、ランク付けですね、うん、A、B だけ取れれば絶対落ちないので、そこだけのランク付けを意識して、前日に持っていって、前日はその A ランク、B ランクの暗記だけを繰り返すというのがよろしいかと思います。 ありがとうございます。やるものを絞るってことですね。はい、最後の、はい、佐藤先生いかがですか、はい。全く同じです。担当と同じですね。付箋を貼ったところをやるみたいな感覚でやっていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、論文の本試験前日でやってはためなことを教えてください。小林先生お願いします。うんまあ論点を広げすぎないというところと。 どっちかていた多分計算とかよりも論書の暗記の方があの点数が伸びる要素が高いと思うので、まあ計算ゴリゴリやるというよりは本当に覚え込むっていう作業が大事かなと思います。ありがとうございます。佐藤先生はどうですか。はい。あれ論文って何,何日の試験でしたっけ？あ三日三日間あそう。うん、えっと私たちが受けてた時の、えー、試験って三日間だったんですよ。皆さんは、えー、おそらく二日間。 の本試験になると違うか今3日でそうそ<う>お二人が受けたのがイレギュラーなんで二日コロナの影響で <laughs> 兄<弟>そう私たちが2日で皆さんは3日だと思うんですよで、えー、私は2日の試験の前日だ1日目終わった後なん,かなんかものすごいこう和牛のコースみたいなのを <laughs> 食べたんですけど <laughs> あの幸い、そのお腹に別に影響なかったんですけど食べ物は本当に気をつけた方がいいなと思います、かなり着席時間長いんですよね、ね担当と比べて、もう財務に関して3時間ですからね、もう本当にお腹痛くなっちゃったらもう、ね、人生に関わるんで、うん、やめていただければいいかなと。はいまあ、やっぱりウィダーインゼリかかもしかしたらかなり 財務前はね、3時間トイレ行かなくても済むし、みたいな感じで、<laughs> しかもブドウ糖取れるし、みたいな感じで、いいかもしれないですね。はい。なんか最近、あのビタミン、なんかデカビタチャージみたいな、そういうタイプあるんで、ええ、そういうやつだと、あの逆に出る <laughs> ああ、そうだ、ねそれやめ、それはやめましょうね、じゃあね。はい、まあ、出ないやつって <laughs> 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 論文五科目共通。本番、あの本番当日ですね、論文 やるべきことを教えてください。佐藤先生、いかがですか？はい。本番やることとしてはそうですね、えー、基本的にまあさっき言った企業法の紙っていうのは絶対にもらってください。これは忘れないでください。でもらってあのー、まあ、試験前ですね。それをこうグーって見るっていうのもいいと思ってます。それぐらい重要なものなんで忘れないのと。おそうですね。あとは。 基準集配られるじゃないですか基基準集で基準集配られるんですけどあのもちろんカンニングはいけないですよカンニングはいけないですけどなんか他のあの受験生が開いてるなっていう,こう気配っていうのを分かると思うんですよ。あの別にカンニングじゃないんであれなんですけど。 大体の人がこう開いてる感じがしたらそれは基準集を使う場面なんで基準集を使うものが出るかもしれないということなんです私は私は監査論の時、あのー、かなりこう広い試験会場だったんでこうみんなとこうバーってかなり離れてたんで分かんなかったんです分かんなかったんです監査論が終わった時こう上を向いたらこう皆さんこう基準集がこうブワーみたいな。 あの、すごい見てる状態で、私だけペターンでなってて、なんか、それでも、なんとか受かったは受かったんですけど。そういう基準集を使う場面っていうのは、出てくるはずなんで、ちょっと、あの、感じてください、それは。はい。<laughs> ありがとうございます。小林さん、どうですかね。<laughs> はい。僕は、もう、最後まで諦めない、につきますかね。あの、先ほど言った監査論とかは、あの、僕、直前、5分前に見た。 精神的独立性の定義とか、がつもは出たんですよ。あの、逆出し方で。出たそういうのもあるので <laughs>、やっぱ諦めないことは大事かなと思います。<laughs> はい、あの、悪あがきはね、はいえー、実はした方がいいです、ね。あの、その。可能な限りですよ。はい、なんか、広げすぎないっていうのはそうなんだけど。その、広げすぎない、その、ちっちゃい連中はしっかり、ね、食べるということですね。 はい、本試験当日でやってはダメなこと論文はいかがでしょうか。佐藤先生どうですか。はい、えー、X ですね。<laughs> X は見ちゃダメっていうところに尽きるかなと思います。なんかあのー、ここについてわかんなかったとか、あのー、この問題こういう風な回答を だと見せかけて、実はこっちの問題だったんですよ。みたいなことをつぶやいちゃう人がいるので、本当にそれは見ると精神衛生上良くないんで。うん、まあ、当日、当日なので。ね、二日間、二日間は我慢していただき。あれ、二日間で、ね。三日間。三日間は我慢していただきたいと思います。ありがとうございます。小林先生、いかがですか。同じですね。あと、松江。 X 見ないっていうところとあとは宿戻ってもその問題集、うん、あの答え合わせはしませんでしたねあの租税法とか、うん、あそういった答え合わせはせずに、うん、もう次の翌日の科目に集中してましたのであそういうところで1点2点変わってくる試験だと思うので、はい、それがダメだと。 ありがとうございます、えー、と答案用紙は戻ってこないですからね、戻してもらって書くとかできないんで、はいえー、過ぎ去った科目は速攻忘れて、次の自分がやる科目に全力を投資する、はい、本当にそれ意識しないと引っ張られちゃうんで、はい、皆さん、2日目、3日目、で重々承知、もう1日目の終わりとかもそうですけども、もそれは重々やってください、お願いします。はい はい。もうお時間がお時間なんで、えー、最後のですね、まあ、レックンにご用意されたコースもざっと見てしまいます。まあ、担当式を受験される方で、学習経験者の方ですね、まあ、担当受験したことがあるという方はですね、えー、総得点数の正当率が60%ミナマンの方は担当合格パックをお勧めしています。60%を超えている方はですね、えー、インプットが圧縮されている圧縮担当合格パックをお勧めしてると。 はい。8月の論文試験を受験される方は論文合格コース。大学生で担当合格されている方は大学生応援論文合格コース。こちらは7万5千円なんでお勧めしています。5月の担当後の3ヶ月で論文を学習されるというね、方はインプットが圧縮されている圧縮論文合格コースをお勧めしています。 で、えー、っと、レックのですね、えー、なんかいいところみたいな感じは、まあ、なんかこう、ざっとこう、言ってるんですけども、変わったところが一個ございまして、えー、2024年度と書かれている講座のテキストと問題集の PDF はすべてダウンロードが可能にされました。はい、えー。テキストと問題集ですね。24って書いている講座ですね。えー、あの、ダウンロードができます。動画を見る。 えー、うちのオンラインスタディ SP というところがあるんですけども、そこに、えー、レジュメが今まで貼ってたんですが、そこにテキストとかも貼ってるんで、えー、ダウンロードして、えー、もう iPad とか、タブレットとかで勉強できるようになってます。で、トーレント模試はすいません。ダウンロードできません。PDF を提供してません。紙で提供して、紙でやっていただきます。本番の試験がそうだから。はい。 で、えぇ、ー、web で24時間質問が可能です。教えてチューターのことですね。あと、LINE で質問ができたりもします。森村先生を引っ張り回してください。あと、監査論の石塚先生とか、えぇ、ー、当を作られている方なので、特にプレトーレンとかの穴埋めの部分とか、 的中したりしてますから、あの、ええ、関論の、あ、草加先生じゃないんだと思ってね、質問されない方たまにいますけども、石塚先生も素晴らしいので、ぜひ、えー、教えてください。石塚クリニックとね、呼ばれてるぐらいですからね。はい。あと、ま、対面で電話、あと、ズームとかでもね、こうして個別相談できます。まあ、今ちょっとズームがなくて、えー、対面と電話が集中してますけども、えー、ぜひご利用ください。 お申し込み後すぐに学習スタート可能な先取りウブ事項、これはあの入門系の講座ですけどもね、さっき紹介したやつにはついてませんが、えー、入門系の講座にはこういうのもあるということです。はいえー、ごごごあありりりががととううざざいいまままししたた以上になります